川上座とは、川上乙次郎によって1896年6月14日、神田三崎町に開場した劇場である。経営不振によって1898年頃には、川上乙次郎の所有ではなくなり、1901年1月には、改良座と改名された。1903年4月6日、火災によって全焼し、以後再建されなかった。 川上座が所在した神田三崎町一帯は、江戸時代を通じて小川町と呼ばれ、1859年以降には、幕府の公務所が設けられた。明治維新後には、連兵場として利用されていたが、1890年に、三菱へと払い下げられたことを契機として、都市開発が行われた。低い家賃設定や、鉄道伊田町駅に近かったことなどにより、三崎町には、 劇場が多く建設され、賑わいを見せた。三崎三座をはじめとする、賑わいの背景には、このような三菱による地区開発があり、三崎三座の設置自体がそれらの計画の一部であったとする考えもある。当初、川上座は、川上演技場の名で、神田和寺町に建設される予定であった。板がいまで下にもかかわらず、建設は地上により中止され、 1893年には、三崎町へ新劇場の建設を申請した。移転の原因は不明である。なお、同年11月23日付の読売新聞記事によれば、移転前の所在は、神田西町とされている。川上乙次郎1893年1月、西園寺金持ちと金子健太郎の講演を受け、川上乙次郎は、フランス。 パリに向けて出発した。川上のフランス行きは短期間で終わったが、パリの劇場で演劇を見た川上はまず西洋式の新しい劇場建設を目論んだ。まず1893年9月、新劇場の建設を始めたが、途中で建設場所が変更となり、12月1日に神田三崎町に新劇場の建設許可を得た。川上乙次郎は、 これまでの日本の劇場ではスタンダードであった、末席中心の劇場を変え、観客本位の舞台が見やすい様式の劇場を作ろうとした。末席中心の劇場は、基本的には通路がなく、混雑時には観劇者を飛び越えるようにして座席まで向かわざるを得なかった。そして観劇中に他の観客が舞台を見る邪魔となることが多く、ひどい場合には、 タバコの灰を落とすなどして、隣の観客に迷惑をかけてしまうことも少なく、なかった。そこでまず観客席に広い通路を確保することにした。新しい様式の劇場には、新しい演目が期待される。川上乙次郎は、中流以上の思考にかなうような交渉、かつ演劇を志した、当初の書生芝居機質を失っていないような演劇を演じたいとしていた。 川上が解説しようとした劇場は、そのような新しいタイプの劇、いわゆる審判劇の拠点となる。総工費2万5千円をかけた劇場は、木造とレンガ造りの3階建て。木造部分はペンキが塗られ、上部は黄色だった。舞台の欄間には全体に菊の模様が彫られていて、その中に T と川上と英語で記されていた。 従来の芝居小屋と一線を隠すヨーロッパ風建築は工事が難航した。上等式は建築許可から約2年後の1895年3月3日に行われた。高谷倉から玉刀と万国旗を吊るし万幕を張り巡らした会場では立食形式で食事が振る舞われている。西恩寺金文字、金子健太郎、野村康氏 磯部志郎らの代理人、運歩家数百人が列席。森田市健福地大地、与田学部会らが祝辞を述べた。落成式は1896年6月14日に行われ、鮫島和則海軍少将、奈良原茂沖,沖縄県知事、そして西恩寺金文字、井上勝金子健太郎の代理人など3000人近くが招待された。招待客の接待には、 新橋、柳橋などの100名余りの舞妓が務めた。コケラ落とし公演は7月2日から7月26日まで、新狂言、日本娘が上演された。公演のチラシには、石板釣りの配役の肖像を載せ、これも当時としては目新しく、評判を取った。川上座の総壺数は212壺。収容定員は佐治木石が150人、平戸間が572人。 大入場354人となっていて、立ち見席は設けなかった。そして、川見、十の井という2軒の茶屋があった。料金は一等席にあたる桟敷席は60銭、二等の平戸間などは30銭、三等の三階席は10銭。そして茶屋の手数料は一等15銭、二等は10銭であった。しかし、洋式の劇場はこれまで日本では建てられたことがなく、 慣れない中で建設された劇場は多くの不備を抱えることになった。まず冷暖房設備がないため陶器は劇場内の冷え込みが厳しかった。また、観客席に傾斜を設けずに平らにしてしまったため、肝心の舞台が見づらくなってしまった。また、窓を小さくして日光が入りにくくした結果、舞台環境が演劇に合致しないようになってしまった。そして建物の電気容量にも、 問題を抱えていた。1896年7月、川上座が会場し、日本娘を上演したコケラ落としは、オイルだった。会場した1896年7月末には、明治三陸地震の津波被災者に対する議演講演なども行われた。しかし、劇場の経営は日の車であった。まず問題となったのが、当時の他の劇場よりも、 川上座の規模が小さく、収容人数が少なかったことが挙げられる。営業収益は伸び悩み、総工費2万5千円が川上の借金として残り、利子の支払いにも困窮するようになった。早くもオープンした同年の1896年12月7日には、競売に付され、地主から時代も滞っているため劇場を取り壊すと提訴された。 結局、川上は1897年に株式、会社発起認可を得て、川上座は改良演劇株式会社の名称で劇場を、株式会社組織に変え、債権者への返金を進めながら、劇場経営を継続することを提案して時段が成立した。しかしその後も、経営状態は思わしくなく、川上は1898年に所有権を手放す、ことになった。 演劇改良運動の一環として、上談を劇場から直接購入した場合には、半額、茶屋手数量は取らないこととし、当時の観光である、軽奨儀から引き幕をもらう習慣をやめ、茶屋や出方の修議を全廃するなど当時としては、斬新な独自性のある取り組みを行っていた。その一方で茶屋からは、株金を取る、出方は無報酬で働かせるなど、 経営手法は一貫していなかった。演目も上流階級の女性を新たな観客層にする等の様々な演劇改良を試みるが、それらが不審に終わったことや手打ち工業ばかりであったことも影響し収益が悪化。前述のように会場と同年の1896年12月7日頃、会場当時から多額の借金を抱えていた川上沢。 競売にかけられることになる。事前に、ようやくの苦心で芝居小屋だけはできたけれども、初めから無理なことは分かりきっているのだから、この先の維持法についてはどうなりいくか。読め計り知られない事故とあり、川上は最初から誰かの手に渡ることを予期していた可能性がある。結局、1898年に川上の手から大口再建者であった。 銀行員の山崎武兵に川上座の所有権は移転する。山崎は経営が困難となっていた川上座に融資を続けていて、実質的には山崎の融資で何とか工業を打てる状況であった。所有権が山崎の手に移った後もしばらくの間は川上座の名称は変更されず、他の工業士に賃貸する形で工業を続けていたが、 1901年1月に改良座と改名し、所有者の山崎武兵を雑としてその後も、新派の演劇工業を継続していた。1903年4月6日、早朝、改良座は2階の楽屋を出荷元とした火事が発生し全焼する。火災発生の前日である4月5日は、3月20日を初日とした、昼夜2部制の公演の先週楽であり、 先週楽公演が終了した後、公演関係者が早々に劇場を後にしてからの出荷であるため、公演関係者のタバコの不始末による出火ではないかと取り沙汰された。改良座は消失後、再行されることはなかった。ありがとうございます。